上市は高知県の東部に位置する市である。高知県の市では唯一海に面していない。市役所の所在する土佐山田町地区の空中写真。2010年4月30日撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。上市街地は高知平野の北東部にあたる。 自治体域の70%を山林が占めている。中心地は、三好市布であり、式内社の大川上三好婦神社や道の駅に、併設された上市立やなせ高市記年館などがある。物のベカー沿いを走る、国道195号の沿線には、紫じさが植えられている。面積の約95%を山林が占め、林業や、柚子の栽培などの農業、それを使った、 加工業が主な産業である。剣山国定公園のエリア内にあるべふ京など、自然豊かな地区である。また、恩苗道や古神道の一つといわれるイザなぎ流が伝わる地域であり、平家のお中土伝説も残っている。農業米、野菜、果樹等を生産。林業を主に杉ひの木。工業、高知県立山田高等学校大学高等学校。 中学校、小学校また、上市には、上市高等学校等奨学金の給付に関する、規則という給付型奨学金制度がある。土佐山大記、上市立柳瀬隆史記念館級、上市立図書館河北文館以下は、私有の文化施設龍河道洞窟入り口と、龍王神社上市新山、公園野球場別府共有便番号は、以下の通りとなっている。 A.B.C.D.E. レトロな洋館、柳瀬さんゆかり。アンパンマン図書館移転高知県上市高知新聞。ありがとうございます。